どういうふうに自分たちが立ち向かうかっていうあんまり言うのもちょっと危ないんですけど、まあ、運も必要だと、はい、はい、お願いします、はい、聞かれたことは何ですか。まあ、見るということを、はい、まあ、やっぱりよく選手を観察する、そしてスタッフを観察する、で対戦相手の中の戦術をしっかりと理解した中でどういうふうに戦うかというところも見れるかどうか、やっぱりやるのは選手ですし、ゲームの中でもいろんな状況が起こるので、まあ、それを随時見て判断しなければいけないですし、選手にどういうふうに伝えなければいけないかというところも大事になってくると思いますし、まあ、一番は本当にトレーニングがすごく大事だと思うので、トレーニングで選手のパフォーマンス、選手の今のモチベーションだとか、まあ、いろんなピッチ外のところも含めて見て情報を得て、でその中でベストな11人18人というのを選ぶように心がけてやるようにしています。キャンプ中も結構選手の状態とか逐一チェックされてました。まあ、逐一になるかどうかわからないですけど、常に見れるように、そしていろんなところから話をコミュニケーション取って情報を入れたりとかするようにはしてました。ジャイアントキリングを起こした試合、はい、何が思い浮かびますか。そうですね、昨シーズンの、ホームマリノス戦なんですけど、はい、昨年マリノスは非常に素晴らしいタイトルを取って優勝したチームで、やっぱり素晴らしい選手が多い、まあ、その相手にどういうふうに自分たちが立ち向かうかっていうところで考えた中で、はい、うまく自分たちの戦い方ができ、相手の良さを消した中で、勝ち点3を取ることができたゲームでした。8につながった一番のポイントは何だったんですか。選手がメリハリつけてやってくれたことと、狙いを90分切らさずにやってくれたことだと思いますけどね。その狙いというのは何だったんですか。まあ、また今年もマリノスさんと当たるし、アンジェさんがまだ今年監督されてますし、あんまり言うのもちょっと危ないんですけど、まあでもまあやっぱりマリノスというのは非常にボールを出しますし、攻撃もスピーディーでハイラインでやってくるので、まあ守備でじゃあどこを消していく、どこは絶対にやらせないというところをはっきりさせたことと、攻撃もやはりハイラインであれば背後というところが開くだろうということで、背後を狙うというところはうまくはまって、得点という形もそういったところからできた点でした。リーグ戦の中で戦術はできるだけ相手ありきのところはあるんですけど、変更したりとかゲームの中を流れを見てやるように心がけてはいるんですけど、まあ、全てがやっぱりうまくいくわけじゃないんですけど、ただ本当そのマリノス戦というのは非常にいいゲームができたなという印象はあります。改めてこうジャイアントキリングを起こすために必要なことって何だと思いますか。まあ、運も必要だと思いますし、はい、準備してきたことがうまくいくかいかないかわからないですけど、やるべきことをピッチに出てる選手が信じて、仲間を信じて、一人ではできないと思うので、グループとしてチームとして戦えるかどうかだと思いますけどね。